はい、こんにちは。グッディバルーンカンパニーの金さんです。よろしくお願いします。今日はですね、ゴム風船の紹介です。今日は地球の風船を紹介させてください。これね、もともとこう結構リアルに印刷されてるんですよね。見えますか？あらかじめ印刷されています。うちはね、20個入りで売っています。ちょっと膨らませてみましょうか。11インチなので、だいたい膨らましたら、28センチぐらい？何センチ？ 1 インチが 2.5 センチだから。どんぐらいですね。どんぐらいになるぐらいがベストだと言われています。まあ、ちっちゃく膨らましてもいいし、いろんなことに使えると思うんですよね。結構リアルでしょ？こういう感じ。アフリカとか。僕これ結構、保育園とか幼稚園行った時はクイズをしています。もっとでっかいやつがあるんですけどね、3フィートの。これは、自由の女神がある国はここなんだけど、どこかなとか、アメリカと答えたりするんですよね。幼稚園の子でもね、素晴らしい。で、ここね、アフリカね、これはなんてとこかなって。で、ヒントは、ライオンとかね、ゾウがいますって言ったら、この前、保育園の子が、はいとか言って、手を挙げて、何だと思うって言ったらね、ここ、ここ。動物園って言ったからね、子供。子供ってね、めちゃめちゃ純粋です。いろんな遊び方があると思うので、ぜひ、子供さんと触れ合う機会があったら、試してみてください。もちろんね、これ膨らませて、11日だから、だいたいこのなんか卵型みたいになるじゃないですか。これ、ここまで膨らませてもいいんだけど、ちょっと空気を抜いて、こうやってやると、まん丸くなるんで、まん丸くしておいてこうポンポンって遊ぶのもね、風船バレーしても面白いかもしれない。ぜひグッディバルーンカンパニーでご注文ください。お願いします。それではまた会いましょう。お母さんでした。バイバイ。